こだわりというかここが魅力っていうのがありまして、エンジンがもう素晴らしくて、はいはいはい、おお。あ、でも調子が良さそうですね。女子自動車部の愛車紹介コーナー、はい、やってまいりました。ひろきさん、はい、我々はついに女子にインタビューをしていいそうです、ね、ついにってどういうこと。え、前もインタビューしなかったっけ。しましたっけ。したじゃん、どこだっけ、浅間台の時しましたっけ。やったじゃん。もうだんだんね、記憶が飛んでくるお年頃になってきましたけれども。いや、俺は別に飛んでない。あ、本当ですか。そうそうそう、はい、山中さんだけ飛んでるってだけで。あ、失礼いたしました、はい、はい、ということで今日は収録に来ていただいている女子自動車部の愛車紹介ということで、じゃあまずは大学名とお名前をお伺いしてもいいですか。はい、早稲田大学の小林真央と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんなね可愛らしい小林さんなんですけれども、なんと車を紹介させようよ。いや違うんですよ、車紹介じゃん。いやこんなね可愛らしい小林さんなんですけど、なんと乗ってる車がこちらと。ああ、自動車部、はい、自動車部ですね、はい、インテグラタイプ R、はい、この 114.3 の4ケツっていうのがまた激アツですね、個人的にはね。それひろきさんの個人的な問題ですよね。いや 114.3 の4ケツないんすよね。ホイール探すのにはだいぶ苦労してます。いや分かります。俺も今めっちゃ探してるんですけど、コルトラリアートの 114.3 の4ケツマジでないんですよ。なかなか見つからないですね、本当に。そうなんです。はい、というわけで、じゃあこちらのお車なんですけれど、普段はどのような形で使われてるんですか。普段はダート車なので、本当はダートをたくさん走りに行きたいんですけど、あんまりあのフリー走行とかがないので、うん、まあジムカーナ場、浅間台とかそれこそ行ってちょっと練習してみたりだとか、サーキット、本庄サーキットも過去に1回ぐらい来たことがあって、でサーキット場巡ってみたりとかで使っています。グラベルの、まあ、ダートラ練習車って言ってましたけど、足はそのままグラベル用。はい、ダート用。そうなんだ、それで細走ってんの。、はい、じゃあめっちゃこうロールするじゃん。すごいロールします。なるほどね、いいじゃないですか。まあ自動車部っぽくていいですね。勉強になります、はい。やっぱり気になるのは、うん、まあ、もちろんね、車のいろんな仕様も気になるんですけど、なぜこの車を選ばれたんでしょうか。これしかないから。いや絶対そうだよ、だいたいこう DC 通過いけないんだよ、大学生が乗るのは。もともとミラージュを持っていて、うん、CJ4A を好んで乗っていたんですけど、ちょっと本格的にダートしたいなって思った時に、うんうんうん、ちょっと畜線に出れる仕様のものが欲しくなって、うんうん、で偶然お世話になっているショップさんの方でご縁がありまして、はいはい、で購入させていただくことになりました。まあ、CJ4A もいいですけどね、部品多いですし。あ、ただどうなんだろう、もう生産がないのか、うん、あ、そっかそっか。じゃあ DC2 はまだ部品ある。まだあるほど。あ、そうなんだ。 CJ4 より部品があるので、ちょっとじゃあそうだね、この一択だね。、はい、あれ安い、これまだパーツ代ってどう上がってきた。これを譲りいただいた方がもともとその畜線で結構参戦されていらっしゃったので、うんうん、ホイールもそうなんですけど、うんうんうん、たくさん部品を譲り受けて、あ、スペアパーツも込みでって感じ、はい、それでかなり助かってるっていう感じになります。じゃあこだわりポイント聞いてみましょう。そうですね、はい、このダート車のこだわりというかここが魅力っていうのがありまして、エンジンがもう素晴らしくて、はいはいはい、もともと全日本車両に乗ってたエンジンを、うんうんうん、かなりオーバーホール、手を入れてやって、でこっちの畜線なんですけど車体は、はい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 、に乗せ替えたっていう感じで、あ、じゃあ中身のエンジンとかを全部乗せ替えみたいな。はい、吹き上がりがもうすごい良くて、なので舗装路とか走るといつも周りの部員たちに、いやこれジムカーナ車にしようよっていう車言われるぐらい、もうエンジンはすごく自信があります。オーバーホールって全部自分でやったの。あ、いえ、前の、うんうん、主事してらっしゃった方がショップを開いて、はいはいはい、その OK ワークスっていうショップなんですけど、その方が自分でオーバーホールされて、やっぱその組み方で全然違うんですか。みたいです。あ、はい、そうなんですね。へえ、いや NA だとどのぐらい効くのかな。まあ EJ とか EJ20 はオーバーホールするんですけど、まあちょっと NA のエンジンってオーバーホールしたことないなと思うんで、結構変わるんですねやっぱりね。ぜひそしたらエンジンルーム、まあせっかくなんで見てみましょう、はい、見せていただいてもいいですか。
いいですねこの結晶塗装がまた。そうですね、赤ヘッドですね。かなり綺麗残ってて、はいはいはい、ダート車にしては珍しいんじゃないかなと思ってます。あ、そうですね、なんかみんなここ鉄のなんかシルバーになってメラメラになってますけど、はい、あ、デスビなんですねこの当時って、はい、うん、そうです。いいですね、なんかこの古さがこうB18C エンジンって書いてある。はあ、なるほど、すごい。でもちゃんと綺麗に残ってますね。はい、かなり丁寧に、うんうんうん、維持されてたみたいで、なんか自分の知ってるグラベル車だともっと汚いイメージがあるんですけど、こう泥水がバシャンって上がるじゃないですか、うんうん、エンジンルーム内とかもう見るに耐えない感じですけど、全然全然綺麗ですね、なんか、はい、へえ。なんかタワーバーが2つついてるんですかこれ。あ、そうですね、そう、なんかマヨナのこだわりだと思うんですけど。エアコンはちなみにあります。あるんですね。あ、素晴らしい素晴らしい。昔なかったので、その CJ の時に、はいはいはい、エアコンレスでずっと練習してたので。なるほどなるほど、もう助かってます夏は本当に。確かに、はい、俺も大学生の頃はエアコンレスにしてましたね。なんか先輩に騙されてエアコン取ると7馬力上がるよとか嘘言われて7馬力よりも多分エアコンで疲れて失う集中力の方が大きいなっていうことに気づいて本当にそうです、ね、なるほどなるほど、はい、まあせっかくなんでちょっと車内も見てみましょうか。はい、はい、車内のこだわりポイント。そうですね、お伺いしたいですね。でも意外となんか綺麗だな普通に。このダッシュボードのところは多分跳ね返り、あー防塵、はい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 、の防止のためにスウェードになってて、はいはいはい、結構ダートラならではのこだわりなのかなって思ったり。あー、なるほどね。いや、なんか思ったよりなんかボディもダート走ってるっていう割にはすごい綺麗に保存されてるのかなっていう感じがしますけどね。でももう2000年の初めの方からずっと出て使われてっていう話を伺ってるので、はいはいはい、かなり歴は長いのかなっていう気がします。す、ね、走ってる、はい、へー、ちゃんと助手席はあれですね、ノーマルシート、うん、はい、確かに、あ、いいですね、これで車中泊もバッチリ。本当にめちゃくちゃ倒れますめちゃくちゃ倒れる。そう、あとなんといっても DC2 ってめっちゃタイヤ乗るんですよね。あ、はい、そう、これハッチバックなんですよ実は。ちょっと一回じゃあリアのトランクも開けてもらおうかなはい、大丈夫、なんかこう見ちゃダメなやつとか出てこないですよね。汚い、あ、女子なのかなみたいな。大丈夫です、自動車部ってくくりなんでいや、もう走る装備満載ですね。あ、でも綺麗ですよ、全然綺麗だって。俺の友達ここに布団敷いてましたからね車中泊。そうだから結構タイヤも、だから上手い人だと2セットぐらい積んでる人とかいません？今日はかなり少なくて。そうそう、かなりこれ少ない方ですよ、まあ、いつもだったらもっと入ってますね。10本は入ってるかなっていう感じ。そうそうそう、今日はちょっと少なめで来ました。いや、いいっすね、なんかオイルテール感が入ってるの俺の中でめっちゃポイント高いっすねこれね、はい、どこでこうオイルを失っても大丈夫というところでね、このねガルフのオイルが万が一のオイル食いのためにやっぱり、万が一のオイル、はい、ないとは思うんですけど、まあ、万が一というか100が1ぐらいの確率ですけど、はい、確かに。あー、すごいっすね。でもちゃんと綺麗にやられててすごい。これ後ろの置いてあるターバーはリア用のターバーですか？はい、そうなんですけど、普段はもっとたくさんタイヤを積むので、うんうんうん、ちょっとタイヤをたくさん積めるようにすぐ外せる状態にしてあるっていう感じです。すごいですね、荷物積むためにタワーバー外すっていうこの自動車部ならでは、はい、ストイックですね。そう、ストイック、ストイック、はい、大体こんなもんですよ。うん、はい、はい、ということでこれエンジンかけてみます一回、はい、そうですね、ぜひ。どんな感じなのか、はい、極上のエンジンですね。直感とかじゃないですよね。あ、大丈夫、純正マフラーなので。じゃあせっかくなんでエンジン音も聞いてみたいと思います。このこだわりの一品とのことで、はい、おお。あ、でも調子が良さそうですねエンジンもね。そうですね、はい、すごいエンジンも思ったより静かで、うん、いいですね、うん、なんか自動車部だとなんか直感にしてる人とかたまにいるんでドキドキしちゃいますけど、はい、まあ、すごいこれは大人な感じで。そうですね、まあ、結構音量が、ね、はい、大きいイメージありますけどね。そう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 、はい、はい、じゃあすいません今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。
車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買い取り販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。